初心に帰って、最後まで皆さんと楽しくやっていきたいと思っています。まあ、もちろん自分自身ノリノリの方で行きますので、皆さんもノリノリの方でよろしくお願いします。
持っちゃうね。今日ね、今日ね、本当ね、もう正直今まで全部ライブリーダーが全部 MC 考えてくれよったんですよ。だけどね、本当今日ねガチで MC するけ。うちはそう。でもなんかね、今日本当久しぶりにさ。みんなと出会ってね、なんかもう嬉しいで、なんかねテンションハイなんやけど、なんか落ち着いて喋れそう。で、今からのその言う言葉は、ちょっと待ってくださいね。なんだ、口が潤してね。ありがとうございます。一応台本通りだな、忘れる。ありがとうございます。まあ本当今日はまあ本当、まあ、コロナでですね、本当、まあ、僕たち、バンド活動を休止にしてたんですよね。ほんでまあ3年間、ポスター化もできない状態で、こうやって、立たせていただいてありがとうございます。まあ、メンバーとはですね、密にならない感じで会ってたんですけど、まあ、皆さんとこんな形でね、このような形を設けさせていただきありがとうございます。思い出しようでね、まあちょっとね、まあ、3年間休止したせいかちょっとね、まあちょっともうなんか大丈夫な感じ。いつまで喋るやろ。あたぼやいアドリブ機会あったごめん。じゃあ次は次の曲いいっすか、はい、じゃあ次の曲いってみよう。セドバイオリン。
正直始まる前はちょっと不安ばっかりでしたけどね、こう皆様が、温かく見守っていてくださってるおかげですね、気持ちよく歌わせていただいてます。気持ちよすぎてね、あれなんですけど、本当楽しい時間は早いもので、次がアンコール前一応ね、アンコール前やから、アンコール前最後の曲に行きたいと思います。まあ、最後の曲は、オリジナル曲です。で、まあ、赤い少年なんですけど、まあ、その歌が終わったらすいません、アンコールの掛け声よろしくお願いします。それではやってみよう、赤い少年。締めたいということで、あと皆さんと、まあ、はっちゃけて、まあ、飛んだり跳ねたり、ね、ジャンプしたりして最後は締めたいと思いますので、ご協力よろしくお願いします。じゃあ最後、リンダリンダ行ってみよう。こういうトラブルがあってこそライブです。こういう何かが起こる。
皆さんで、ね、協力しちゃって時間をちょっとね、こうなんちゅうつらいなるんです。飛んだり跳ねたりジャンプしたりは全部一緒ですね、はい、行きましょう、はい、美しさがあるから。